大変だ。大きい救急車が捕まって牢屋に入れられちゃったよ。小さい救急車もたくさんのパトカーに追いかけられているよ。救急車たちを助けてあげよう。ん？何やってるんだろう。あれはゴミ収集車だ。ふう、このゴミ箱も掃除しないと。あ、ゴミ収集車にいたずらしようっと。よいしょ。ん？何が起きたんだ？何が乗ってるんだろう。はっはっ、面白いな。ん？何か聞こえたぞ。あ、ゴミ収集車がスライムに包まれてるよ。あ、パトカーが来た。おい、逮捕するぞ。え、何？僕は何もしてないよ。さあ行くよ。どうしよう、話を聞いてくれないよ。わあ、大きい救急車が牢屋に連れて行かれちゃった。おい、ゴミ収集車、大丈夫？大きい救急車を助けてあげて。何も悪いことしてないんだ。分かったよ。パトカーと話してくる。さあ、着いたよ。牢屋だ。待って、僕は何もしてないんだよ。言い訳はダメだよ。さあ中に入って。しばらくここに入って反省してね。わあ、大きい救急車が牢屋にいるよ。助けるね。なんだこれ、警報が鳴り始めた。逃げないと。パトカーたちが出動するよ。小さい救急車を追うんだ。牢屋を壊そうとしたぞ。ゴミ収集車にいたずらした車を探そう。あれ？いたぞ。上に登って捕まえに行こう。おい君、何したか知ってるぞ。へっへっへ、僕を捕まえるのは無理だよ。わあ、僕も追いかけないと。捕まえたぞ。僕と一緒に来てね。うん、分かったよ。さあ行くよ。あ、パトカーたちも小さい救急車を追って上に登ってきたよ。
パトカーたちが事故になっちゃった。こんなにたくさん助けられないよ。大きい救急車助けて。わかったよ、今行くよ。君がゴミ収集車にいたずらした車だな。ごめんなさい、大きい救急車。僕が君たちを病院に連れて行くよ。ありがとう、救急車。疑ってごめんね。働く車たちのために立体駐車場を作ろう。はあはあ、今日はとっても暑いな。この辺りでちょっと休もうかな。あ、おい、こんなところで止まってたら危ないじゃないか。ここで休憩するのはちょっと危なそうだな。どうしたらいいんだろう。おい、パトカー。今日僕たちは駐車場を作るためにここに来たんだ。本当に？ちょうど駐車場が必要だったんだ。よし、わかったぞ。早速始めよう。よし、パトカー。駐車場の準備ができたよ。よし、早速入るぞ。わあ、ここで休憩できるよ。ありがとう。わあ、駐車場を作ったんだね。この車たちもこの駐車場を使っていいかな。ちょっと狭いかもしれないけど、別にいいよ。ありがとう。よし、みんな、この駐車場に止めていいよ。狭いよ。もっと大きい駐車場作ってあげるよ。わあ、立体駐車場だ。かっこいいね。それぞれの階に1台ずつ止めていこう。上の階はどうやって止めたらいいんだ？まだ工事は終わってないよ。よし、工事が終わったぞ。このエレベーターを使って上に登ってね。僕は2階を使いたい。やった。僕は3階だ。
おお、高いな。僕は一番上の駐車場に停めたいな。わあ、綺麗な眺めだな。あ、僕もここに駐車させてよ。僕も止めたいのに。おーい、みんな、そこにいたら危ないから早く降りてきて。これを使って、これで止めれるぞ。ん？うわあ！大変だ。駐車場壊しちゃった。ごめんなさい。モンスタートラックのためにも大きい駐車場を作ろう。これでみんな一緒に駐車できるね。3台の車が水の中で遊んでいるよ。でもモンスタートラックたちはもっと楽しい場所を知っているみたい。車たちと一緒に水で遊ぼう。さあ着いたよ。水の中にある滑り台で遊ぼう。さあパトカーたち降りてきて。さあ行こう。水の中で泳ぐのは楽しそうだね。パトカーたちはすごく楽しそうに走っているよ。あれ？風船が来たぞ。大変だ。1台のパトカーが風船に閉じ込められた。助けないと。でもどうしよう。おい、パトカー。僕たちが風船を割ってあげるよ。心配しないで。あれ？失敗しちゃった。赤い救急車は風船を割るのに成功したよ。怪我がなくてよかったよ。おい、みんな、もっと楽しい場所があるよ。一緒に来な。ここだよ。キラキラのラメを水の中に入れよう。青いラメ。ピンクのラメ。
緑のラメ、ゴールドのラメ。わあ、水がキラキラでカラフルになった。赤いモンスタートラックが水の中に行くよ。トラックがキラキラになっちゃった。タイヤもキラキラだね。次はオレンジのモンスタートラックが行くよ。モンスタートラックがラメの水の中に落ちたね。キラキラのトラックになった。パトカーたちも来たよ。さあ準備はできたかな。3台のパトカーが水の中にいるね。パトカーたちを水から出してあげよう。みんなキラキラになっちゃったね。大きいパトカーがいたずらで手錠をかけられて動けなくなったよ。小さいパトカーがいたずらをした犯人を探しに行くよ。小さいパトカーを手伝ってあげよう。はあ、退屈だな。何もすることがないよ。ん？なんだあれ？これは手錠だ。パトカーが落としちゃったに違いない。パトカーにいたずらしちゃおうっと。あれ？僕の手錠どこに行ったんだろう？あ、パトカーがいたぞ。パトカーに手錠をかけちゃおうっと。おい、何するんだ？またね。待て、逮捕するぞ。手錠がついてるから動けないよ。大きいパトカー、どうしたの？助けて、動けないんだ。誰がやったの？赤い車だったよ。この手錠の鍵を持ってるはずさ。わかったよ、僕が探しに行くね。あ、これは車だ。助けてあげよう。車についたスライムを取るよ。君は白い救急車だね。この車はどうだ？君はオレンジのロードローラーだね。君たちは赤い車じゃないみたい。他のところを探しに行こう。赤い車どこに行ったんだろう。あ、あれはなんだ？車だ。
車が砂の中に埋まってるみたい。助けてあげよう。ほり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 。黄色いショベルカーだ。他の車たちがまだ埋まってるよ。僕が掘って助けてあげるね。これは緑の SUV カーだ。これも赤い車じゃないね。もっと掘っていこう。これは白いダンプトラック。君も赤い車じゃないね。赤い車を探さないといけないのに。バイバイ、またね。赤い車全然いないよ。ん？これは大きい風船だ。そして中に何か入ってるよ。この風船の中を調べてみよう。あ、赤い車だ。さあ僕についてきて。大きいパトカー、赤い車を見つけてきたよ。これは僕が探してる赤い車じゃないよ。そうだそうだ、僕は何もしてないぞ。ごめんね、赤いトラクター。あ、カラフルなキャリアカーたちがこっちに来たぞ。青いキャリアカー、黄色いキャリアカー、緑のキャリアカー。待って、キャリアカー、君たち何を積んでるの？車が中に入ってるんだよ。中の車を見せて。青いキャリアカーから見せてね。黄色い救急車が出てきた。次は黄色いキャリアカー。青いゴミ収集車が出てきた。最後は緑のキャリアカー。これは赤い消防車だ。手錠の鍵を持ってるよ。この車が僕にいたずらをしたんだ。ごめんね、鍵を返すよ。やった、外れたぞ。もう僕にいたずらしないでね。